こんにちは、羽根光です。今日は肋間筋のストレッチというものをご紹介いたします。肋間筋のストレッチを行うと呼吸が非常にしやすくなり、またブレスコントロールが非常にやりやすくなる、そんなストレッチです。肋間筋というのは肋骨と肋骨の間にある筋肉という意味です。胸郭は肋骨に覆われていますね。この辺りですね。ぐるーっと、この胸骨のところからぐるーっと背中の方まで覆っています。この肋骨と肋骨の間にあるのが肋間筋になります。そして、この肋間筋が収縮することによって、この肋骨と肋骨の間がぐっと狭まるんですね。で、これが、順次ですね、すべて狭まることによって、胸郭をぐーっと高く上げるという、作用を持っています。横から見ますと、通常このような形の胸郭になってますが、これがぐっと高く保つことができます。よく歌うときに、胸郭を豊かに保ったまま歌ってくださいというふうに指示されることあると思うんですけれども、こちらにも非常に効果を発揮しますので、そういう指摘をよくいただく方とかですね、もっと長いフレーズで歌いたいとか、声量を増したいとか、もっと楽に歌いたいとか、そういう方はぜひやってみてください。やり方は非常に簡単です。肘を高くまず上げます。この状態から前から後ろの方に向かってぐるっとこう、ぐるぐると大きく円を描くように回す。これだけです。ここでいくつかコツがありますので、それをお伝えいたします。まず、肘を高く上に上げますね。この時に腕、そこから脇腹、このあたりがぐーっと伸びるようにですね、肘を高く上げましょう。肋骨と肋骨の間がぐーっと広がるようにですね、意識しながら肘を高く上げます。そのまま大きく回して、今度はですね、逆に、肋骨の間を、ぐっと縮めるように、もう胸郭を、こっちは、ぐっと潰してやるぞというような気持ちで、肘をなるべく下の方に、しながら、また大きな円を描くように、回します。ぐーっとですね、もう肘が天井につくんじゃないかというような感じでですね、ぐるぐると大きく回していきましょう。そしてこれ横から見ますとこのような形になります。まず上げますね。このように大きな円を肘で描くようにいたします。よくですね、肩こりがある方とか、無意識のうちにですね、この円が小さくなる方いらっしゃるんですね。なんかこのぐらいでこう、済ませてしまうというか。これだとあまり効かないですね。こう、もうなるべくですね、大きな範囲、できる範囲で結構ですから、大きく、こんな感じでですね、回すと、効果がすごく高まります。そして、これが終わった後に、我に返ってですね、息をしてみますと、なんかですね、こう、今、私、右側だけやりましたので、こちらだけがなんか、すごい広がったような感じでですね、なんかこう、体が、思いっきり息をすると、傾いちゃうんですね。もうこっちだけが広がる感じで。もう非常にこう、居心地が悪いです。ですから、必ず反対側も行ってください。この場合、左ですね。左側も、同じように、ぐるっとこう、回す、というのを、やってみてください。私は歌う前には必ずこのストレッチを行っています。もうやるとやらないでは、ものすごくですね、歌いやすさが違うんですね。
ですので、皆さんもぜひ試してみてください。今日はお聞きくださりありがとうございました。